ドドン、ストリートカードが積んであるわけなんですね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフの竹内です。いや、今日もね、ここハンプトンダウンズクラブサーキットからお送りしてます。今日はマッドマイクのドリフト総合会なんですよ。まあ、天気もね、なかなかいいかなといった感じです。でですね、今日はドリフトカート来ました。見てください。これは今日はですね、本来は普通の取材だったらもうちょっとちっちゃい車で来てもよかったんですけど、今日はコモドワ君で来てます。なんでかっていうとですね、ドドン、ドリフトカートが積んであるわけなんですね。なのでこれを今日はマイクのところに下ろしてですね、サイズをね、チェックしてもらって、後日貼り付けを手伝おうかなというふうに思ってます。この前ね、できたばっかりのドリフトカードシルバーにしてですね、ここを艶消し黒で塗ったというスタイルになってます。この車の中にね、置いてあるのがドドン、マイクのエンジン。そう、実はですね、マイクからね、以前エンジンをもらったんですよね、このドリフトカートに使うためにということで、もしよかったら使ってよなんていただいたんですけども、That's nice side. Yeah, let me document this one. This one. Subaru design. But Subaru, maybe not so good. No, this is good.Wow. Well, Lincoln didn't blow this one up. Uh-huh. Here's his other ones. Yeah. No. Lincoln. Lincoln always break. Oh, but this is all yours. Oh, really? Yes. Wow. Thanks for that. Thank you, thank you. Cheers. I won't.やっぱね、ギアボックスがね、見つからなかったっす。どうしても。やっぱり、ホンダ系のGX 系の、ね、エンジンだと結構いろんな、ね、パーツだとか、エンジンクラッシュが出てくるんですけども、スバルベースの、ね、ロビンエンジンっていうやつだと、もう、ね、生産が終了してるっていうのもあると思うんですけど、あれドリカーにちょうどぴったり合うような、ね、エンジンクラッチ、湿式の、ね、エンジンクラッチっていうのが見つからなかったのね。なのでもうしょうがないと、エンジンが使わなくなったので、それをマイクに今回返そうと思います。さっきねちょっと話したんですけど、どうやらまだ全然作ってくれるということなんで、それをね今日持ってきました。で、総合会終わった後にそれを持っていきたいと思います。そう、もちろんね、今日マッドマイクの総合会なんで、ほらあちらにドリフトタクシーなんかも置いてあります。時刻はね今午後の4時ぐらいなんで、もうそろそろですね走行の方が終わりになるので、そしたら、ガレージの方に行ってですね、これをちょっとねワークショップに持ち込みたいと思います。楽しみです。帰ってまいりました。マッドマイクのワークショップです。ここにはですね、まあ、バイクのいろんな車両、あと奥さんのねトニーの、ロードスターなんかもここにあります。じゃあ下ろしてみましょう。
Yeah, it's completely new chassis, new model. Yeah, hand brake. Pretty cool, right? Yeah. ついにマイクのところに。He's gone! Oh, he's coming back! That's awesome! Yo. Oh, it's vibration. Yeah! すごい！すごいっす。びっくりしました。まさかこんなことになるとは。あのね、彼もかなり気に入ってましたよ。いきなり乗りましたからね、いきなりバンバンバンって乗ってめっちゃ楽しそうですね、でもただね、まあ、今週ちょっと忙しそうなんでできないって言ってたんですけど、まあ、近々ですねこれを、まあ、進めてくれるということなんで楽しみっす。ていうか、まあ、彼がいきなり乗ってねめっちゃ楽しそうに乗れてたのが本当良かったなと思います、ね、ていうか今回ボディつけて初めて走りましたからね、あの車こんな場所でいきなりね、いやー楽しいっすね本当。まあでもね、本当こんな感じでこれからどういう風にドリカーが進んでいくのかと楽しみにしてください。いやー、そんな感じで今回の動画はこれで終わりになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。